本郷針灸整骨院の丹羽亮です。資格は理学療法士、クラウンピラティスインストラクター、ネスター公認トレーナーです。この業界に入った理由は自分の怪我がきっかけですね。小学校から高校まで野球をやっていたんですが、高校2年生の夏の大会中に大怪我をしました。腰椎椎間板ヘルニアと診断されて、その後ですね、野球を引退するまで1年間リハビリに通い続けました。その時にですね、もともとキャプテンを任命されてたんですけど、キャプテンもクビになってしまいまして、本当にもう野球をやめてしまおうかなと思ってたんですけど、リハビリの先生にですね、心身のこうサポートをしていただいて、もう一度、プレーしたいなと、もう一度野球をやりたいなと思うきっかけを与えてくれた、そういった経験があったので、僕も同じようにですね、怪我に苦しむ方を、体だけじゃなくて心もサポートできるようになりたいなと思い、理学療法士の道を選びました。やりがいはですね、いっぱいあるんですけど、一番そうですね、やりがいと思ってるのはその心のサポートができるっていうところですね。実際に自分がリハビリを受けてた時に、体自体ヘルニア自体はなかなか良くならなかったんですけど、それでもこう野球を続けようというふうにサポートをして、野球を続けようという思いになれたのはやっぱりその理学療法士の方のサポートがあったおかげだと思ってます。でその思いを持って病院に行ったんですけど、総合病院で、人工関節とかヘルニアの手術の後のリハビリだったり、脳血管だったりとか心臓外科の、疾患の方のリハビリとかを担当していたんですが、やっぱり病院のリハビリだけでは、限界を感じていたんですね。なかなか時間をかけられなかったりとか、早く退院しなきゃいけなかったりとか、いろんなことがありまして、なかなかこう心のサポートまでこうリハビリの中でするっていうのは非常に難しいなと感じてました。で、自分のやりたいことと、見れる疾患、見れる患者さんの違いを感じて、病院を飛び出して、こういった治療院のところで働きたい、病院気になる前に予防するっていう考えを世の中に広めていきたいと思って、やっていることが今自分のやりがいになります。はい、ですね、病院っていうのは、誰でも治療が受けれるところですね。リハビリをしたくても、リハビリをしたくなくてもリハビリをしている人もいますし、治療を受けたくなくても治療を受けている方、入院している方っていうのはたくさんいます。ただこういう治療院っていうのは、患者様の方から選んでいただくところだと思ってます。患者様がこう選んでいただいて治療を受けるところですね。治療をしに来るところ、治しに来るところっていうところだと思います。なのでやっぱ選んでいただくためには、こちらが提供する、治療内容だったりとか、サービスの内容も、向上していかないといけないですし、それに対してですね、ただ治療をするっていうだけじゃなくて、これからの健康、生涯の健康のために、良くなることは当たり前だと思ってます。良くなってからさらに予防していくっていうところまで、考えを持ってですね、自分の体に向き合っていただく方を、全力でサポートしていきたいと思ってます。